というふうな部分を取り上げます。一律一家の法則どういうものなのか。同じものには同じ価格が本来はつく、こういった法則でございます。そんなことを言えるの、実際は違うと思うんだけれどもっていうふうにお思いの方いらっしゃるのかもしれません。ただよく考えてください。転売などができれば安いところで買ってそんな高いところで売ることで儲かるっていうふうな部分がある。これをさや取りだとか最低取引というふうな言い方をします。例えば東京証券取引所と大阪と証券取引所で同じ株が売られていた。株は今電子的に売買ができるような仕組みっていうのがすでに確立をしております。そうすると大阪での方が安い価格になっている、東京よりも安い価格になっているとしたら、大阪で買ってそのままその東京で売るっていうふうな選択をすることができるわけです。で、メタドイツは必ずこれをやるというふうに考えていけば、そのうちその鞘の部分がどん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 減っていき、同じ価格に落ち着くっていうふうな言い方ができる。で、他にも例えば見極めることができるならば、同じ質なら安いところで買うっていうふうなことが言える。例えば全く同じ商品が2つ並んでいる、で一方はいくらいくら、一方はそれより高い価格がついているとしたのだったら、安い価格のものを選ぶよね。でもし仮に違う性質のものだったら違う価格がつくことはある。例えば同じ銘柄の同じ会社が出してきている同じ商品であったとしても、賞味期限が1日違うだとかっていう風なものとかだったら1日長い方を選ぶって人は確かにいるし、例えばうなぎが何かを手に取るならば、日本産と中国大陸産っていう風なのは違う商品だというふうに見なす、違う品質と見なすっていう人は必ずいるので、実際には女子的には同じ日本うなぎっていうふうな種類の性質のうなぎであるっていうふうなことは多くの場合には言えるんだけれども、だけれどもそれでサイズが同じような場合だとしても、その産地の違いっていう風なものが違う品質だという風な印象を持つ人はいるので、そうすると違う価格がつくっていう風なことは確かにある。またあっちとこっちで同じ商品っていう風なもの、例えばガソリンがないかっていうのを考えたときに、同じ商品っていう風なところ、同じレギュラーガソリンっていう風なものだったとしても、例えばこっちはポイントは美しいとか、こっちはじゃあこの店員さんにいつも会いたいから行っているなんていうふうなことがあるような場合には話は変わってくるっていうところがある。それは同じものというふうには厳密には言えないというふうな部分がある。さらには見比べるといった、見比べるのにも費用やお金、そして時間がかかるっていうふうな場合、費用や時間がかかるとしたのだったら、そのうち疲れてくるだとか、その費用をかけてまでわざわざ見比べようとしないなんていうふうな場合もあり得る。そうすると価格が違うっていうふうなことは確かにあり得る。同じ外国のお金、外貨だとしても、確かに例えば成田空港の中っていう風のを見てみても、成田空港の中には外貨両替の場所実はものすごくたくさんあるんだけれども、いやつかここのつらいのしかあるはずなんだけれども、みんな料金が違う、同じ外国のお金、例えばアメリカドルだったらアメリカドルっていう風なものの販売をしているとか、その
回答を寄せるっていうふうな時にも、確かに料金は違うっていうのところがあるけれども、それは見比べるっていうふうなことを、じゃあ本当に普段からやるわけではないというふうな場合には、違うバグがついても売れることがあるっていうふうな側面を持ってるわけです。成田空港とかに実際に来た人っていうのは、そこから飛行機に乗るまでの時間に制限がある。そうすると、じゃあ全ての外貨両替の場所を見に行くっていう風なことができるかって言ったら、それは違う。だから、じゃあとりあえず、今間に合うところへ、何時は今行って近いところへっていう風で選ぶっていう風なことは確かにある。ただ、そういう風なことの内容に見比べることができるという風な場合には、価格差は最終的になくなっていく。これを無最低条件というふうに言います。そして、その収束する価格を最低価格というふうに言います。ちなみに、この一律以下の法則について、通貨を超えての一律以下の法則っていうのが、成り立つような場合っていうのを想定する場合。そうすると、その通貨が違うから、同じだけの購買力をちゃんと持つようにというふうな為替レートが必要になってくる。こういった為替レートっていうふうなものについては、あるべき為替レートの指標というふうに見なすことができる。で、そういうふうなものを例えば例として、ビッグマック指数。例えば、マクドナルドは世界の至るところにもある。例えば、本来ならば、豚肉に関するいろんな禁止事項があったり、他のお肉に対しても、宗教的な処理をしなければならないというふうな、イスラム圏の国ですが、例えば、アラブ首長国連邦 UAE のアブラビ空港とか実際に行ってみると、マクドナルドはあるんだよね。そういうところは、例えばこう、そういったイスラム圏のような、その食肉処理をしているかって言われたら、必ずしもそうではないのかもしれないけれども、それでもあるっていうふうなところっていうのを押さえてもらうと、世界の至るところに確かにマクドナルドはあるのかもしれないし、そこにはビッグマックというふうな商品が確かに多くのほとんどのところである。そういうふうなことを考えると、じゃあそのビッグマックが同じことのお金で買えるようなっていうふうな為替レートっていうふうなのは一つに決まるよねっていうふうな発想。これをビッグマック指数というふうな言い方をするし、この一般化っていうふうなのを PPP、購買力平価数っていうふうな言い方をするんだけれども、一律以下の法則っていうふうなものは、こんなふうにして結構大事な指標で、条件とかもちゃんとしっかり見てあげるっていうふうなことをやる必要がある。で、今回の二部料金制はそうではありません。すなわち価格差がつきます。でも、価格差を出すためには転売できないというふうな状況が必要なんだ。例えば、今この映像を収録している2020年10月の状況っていうふうなので話をするならば、ここに、来るまでの半年間の間に、マスクが急になくなったり、市場からなくなったりっていう風な状況っていう風なのは、ものすごく改善したという風な感染症のシーズンでした。そして、それはまだ、今この10月でも続いてるんだけれども、例えばマスクがなく、いろんなお店から消えたっていう風な状況は、完全に消えたのではなくて、高いお金を出せば買えるようなっていう風な転売がなされていたような状況とかがいろいろあった。で、例えば、じゃあどっかの医療関係者とかに、じゃあ安く提供しないと実際に回らないよねっていう風なことがあった時には、それから、そこから転売がされないようなっていう設定とかを組んでおかないといけないっていう風な状況があった。もし仮に転売がされるのであるならば、
転売した方がいいやっていうふうな判断をする例はあるし、実際にそういった事例も一部では報告されている。で、いい価格差を出すためには転売できないような状況とかが必要っていうところ、これはものすごく大事なところで、そのままで実現するのが今回取り組む想定をしている価格差別になるし、実際にそういうふうな事案っていうふうなものをこの後想定して、すなわち転売できない、例えば転売禁止っていうふうな状況とかをコンサートとか何かのチケットとかでいろいろ想定するだとか、他にもいろんな状況っていうのを考えるんだけれども、そういうふうな事案っていうふうなのを頭に入れながら細かく聞いてもらうし、で、その上で実現する価格差別っていうふうなものには、基本的に3種類あることを抑えなきゃいけない。見出す価値に人による差があるっていうふうな状況を想定する。そうすると、その価値の差っていうふうのは上げやすいならば、売り手からすれば、同一の場合にするよりも、高い価値を見出してくれる人に高い価格をふっかけることができた方が儲かるかもしれない。これを価格差別と言います。ざっくりと基本的なものを3種類押さえていきましょう。で、第1価格差別、第2種価格差別、第3種価格差別。実際使っているのは下2つ、一番上はあくまで理想的だというふうなタイプの状況。理想的なっていうのは、売り手にとって理想的なんですね。相手の支払い額、正確には、限界支払い額という言い方をするんだけれども、じゃあ、例えば、今からあと1時間、じゃあ、この、ホテルの一室を使おうとすると、いくらいくら、その、かかるとか、そういうふうなものっていうのを、じゃあ、1時間ごとに、大体どれぐらいまで払えるっていうのをきっちり把握するなんていうふうなことができてるならば、その上で独占とかのように他に受けられるっていうふうな状況がないならば、その価格を単価問わずに引っ掛けるっていうのができる。例えば、じゃあ初めの1時間はいくら、次の1時間はいくら、その次の1時間はいくらなんていうふうな、そういうふうな、もう後にな値段をつけることができるわけ。で、そんなことを原石あるのっていうふうに言われるかもしれないけど、例えば足元を見るというふうな用語っていうふうなのを思い出してもらえると、その一つの例っていうふうなのが浮かぶのかもしれない。江戸時代の総会堂とか中銭湯とかのような街道が整備されているような状況とかを例にとると、歩いて移動する、例えば東京から今日大阪まで移動するとかっていう時には、歩いて移動するっていうような状況とかはどうしても必要になる。ないしは馬で移動するっていうようなことが必要になる。馬を使うっていうふうなのは結構お金かかるから、じゃあ普通の人は移動しようと思ったら歩いていくことになる。カゴとかも同様。お金がかかるから、普通の人は歩いて移動することになる。で、じゃあ夕方になってきた。当時は、例えば今みたいに電灯とかがあるわけではないので、夜っていう風なのは本当に真っ暗な中を歩かなきゃいけないかもしれない。で、ひょっとしたら、例えば警備体制が十分に整っていないっていう風な、この道なんていうのもたくさんあるわけで、例えば夜いろんなものに襲われるとかっていう風な危険性もあるかもしれない。そうすると足元を見るっていう風な用語のところでちょっとイメージをしてほしいもの、今まだ十分に歩けるような状態の人、足元見てまだまだ歩けそうだなっていう風な状況の人には、比較的安く設定をしておくけれども、もう本当に足がフラフラの状態で多分次の宿場町まで、この日のうちに行くことは、この人はできないなっていうふうな状況を見た上になれば、次の宿場町っていうふうなところの宿屋については、
選択肢から消えるので、今このや筑波町で宿屋を探すしかなくなる。でそういうふうな状況のような、他の選択肢がどんどんなくなっていくような状態っていうふうなところにおいているのは、高いカードにかけるっていうふうなことができる。こういうふうな事案っていうふうなものなので、実際に第一から差別とはでは言わないけれども、それに近いような状況っていうのは一応あり得るっていうふうなところも押さえる必要がある。その極限的な状態においての事例っていうのはもう第一から差別で、次に押さえなきゃいけないのが、ちょっと第一から差別の部分、これ大事だったらここの部分っていうのを後に回して、第三種の差別を先に取り上げよう。客観的に確認可能な指標を使って、その所属するグループとかで価格差をつけるというふうな手法を第3種価格差別という。例えば、学割、皆さんも学割使うことあるよね。いろんな移動かなんかっていうふうなのが、例えば旅行かなんかをする、鉄道かなんかで移動するっていうふうなこととかを考えたときに、学割が使えるか使えないかっていうふうなのは、めちゃめちゃ料金に影響する場合がある。で、学割っていうふうなのは、学生さんは、私学生ですっていうふうな証明書を出すことによって、あ、この人学生だねっていうふうに確認することができるけれども、学生じゃない人は、学割っていうふうなのの、その取ることもできなければ学生の就労証明を出すこともできないので、その人は学割が使えないっていうふうな形、すなわち学生かそうじゃないかっていうふうに客観的に分けることができる。この料金とかもある意味と、この子子供がどうかっていうふうなのは一応見ればそこそこ分かる。身長とかも含めて見ればそこそこ分かる。で確かに時には例外的な外れる事案もあるかもしれないけれど、例えば、バスの料金とかは12歳ぐらいいかないかで分かれている。小学生以下は子供料金で、それ以降は大人料金でっていうふうな設定とかになっているのはなぜっていうふうに言ったときに、こういった子供料金っていうふうなもの、すなわち、子供はそんなに、高い金額設定してもなかなか乗ってくれないっていうふうな状況がある。大人はそうではないとしたんだったら、じゃあ、子供にも使ってもらうためにお子様には値段を下げてというふうなことをやる場合がある。これが子供料金で、子供じゃないっていうふうにその見分けることができるっていうふうな前提のことで、大人は高い額を払わされていることになる。シルバーブリーってこの、そう、じゃあご高齢の方っていうのが高齢であるっていうふうな、その証明っていうふうなことにして、ご老人限定の割引っていうのを使えたりする。他にも例えばレディース割引、仮に目で見て男性か女性かっていうふうなものを判断できるようなっていうふうな状況を仮定するならば、例えば男性と女性で同じ商品、同じサービスに対して、いろいろと支払うような、その、価格、その、ないしは、感じる高揚、満足度っていうのに違いがある。支払うような金額に差があるというふうな場合。こんなに高い金額が払わないよ、払わないよっていうふうなもの、例えば、女性の方がいろいろ言うようなタイプのサービスってあるならば、じゃあ、見た目で男性と女性との区別ができるような前提ならば、じゃあ女性に割引をしてっていうふうな料金体系を組むことが実際にある。で、今私は、一応、自分の性的には男性でございますけれども、そういうふうな、じゃあ男性だけいうふうな方に関しては、これは適用されないっていうふうな形で高い料金
の支払い意に差がついているかどうかは別にしても、そういった傾向があるっていうふうな時とかに使う。ご高齢の人からすると、例えば普段、所得そんなにもらえない、なんか例えば年金生活の人っていうのもいたりするわけなので、そうすると、バスの料金が高ければ、電車の料金が高ければ、そこまでいろいろと使うっていうふうなこともできないっていうふうな状態もある。というふうなことかを考えれば、こういった第三種価格差別っていうふうなものは一つ意味を持つことになる。そして、今回注目すべき第二種価格差別。これは複数の料金メニュー表を定義して選ばせることによって、多く支払える人をあぶり出すというふうな手法です。で、今回取り上げるのが、例えば携帯電話とか公共料金とかに使われる。例えば電気やガスとかの水道とかもそうだけども、そういうふうなところで使われている複数の料金メニュー体系を表示しておいて、そこから選んでもらうというふうなやり方。とりあえず今回は2部で設定をかける2部料金制っていうふうなのを取り上げるわけだけれども、他にも近しいような第2種の価格差別に近いような発想を持っているような事案は、実は結構ある。例えば、ワインの価格。私はワインの価値そんなにわかんないから、高いワインっていう風なものにそこまで価値を満たすっていう風なことは確かにしないかもしれないけれども、品質の高いワインにこそ価値を満たすという風な方が確かにいらっしゃる。で、そういう風な人は、そうじゃない人、では考えられないようなぐらい高い価格っていう風なのを支払ってもいいという風に考えるっていう風な場合がある。そういう場合の時に複数の料金メニュー表っていう風なものが仮にうまく提示できるならば、それによって多く支払える人をあぶり出すっていう風な側面がある。例えば、今これ複数の料金メニュー表とかの中で、今これとりあえず2部料金制とは違う形の表示っていう風な意味合いにとってほしいけれども、例えば安いワイン、品質の悪いワインに関しては料金をガーンと下げておいて、品質の高いワインには料金カーンと上げておく。そうすると、別にワインは飲めればいいやっていう風な人からすれば、もちろん安いワインを選ぶわけ。だけれども、品質の高いワインにちゃんと価値を見出すっていうふうな人からすると、高い価格の高品質のワインをそれでも払うっていうふうな状況の人が出てくる。これによって、いろいろと一律の料金で表示をする場合に比べて、ないしは限界ギリギリのところでの価格っていうふうな表示する場合に比べて、より儲けることができる。さらに、あぶり出すっていうふうなことができるっていうふうな側面がある。これは別に、例えば、品質のいい悪いっていうふうな設定で必ずしも見る必要はなくて、その多く支払えるっていう風な人、価値を高く見出すっていう風なことができる人を浴び出すことができれば、基本的にはどういう風なものであっても構わない。これを実際に例えば応用したという風に考えられるものの一つっていうのは、かつての AKB 商法だったりする。例えば、総選挙という名前の人気投票をやってみた。じゃあ、A さんが A さん、B さん、C さんとか有力なメンバーとしていたりする。A さんがじゃあ勝つために、じゃあ、その CD 何百万円買ってみましたっていうふうな、そういうふうなことをやるような人っていうのも実際にいるわけ。で、いたんだよね。で、そんなことしないよって人ももちろん。で、まあ、見ることができればいいよっていう風なレベルからすれば、
潮がとかで流れているような歌番組か何かでも出演ということで、それぐらいまで十分だっていうふうな人もいるわけだけれども、その高い価値を見出してくれるこの一部の人に焦点を当てたっていうふうなやり方っていうのをガーンとやることによって、多く叱られる人をあぶり出すというようないろんなイベントを仕掛ける。このようなものっていうのも、まあ、ある意味誰にしか学祭そのものとは言いにくいかもしれないけれども、そのおよれっていうふうな形っていうふうな言うことができる。さて、今回注目するのが義務料金制になります。複数の料金体系を想定しているもの。で、ちょっと今ここに、グラフ書いてみた横軸に購入料、使用料、縦軸に価格をっていうふうな設定とかを組んでいた。ただね、固定費、基本使用料は小さいけれども、傾き、通話料とかのような重量で、その料に従った使用単価は高いっていうふうな状況。このようなもの、これに対してプラン B っていうふうなのは、固定費、基本使用料は大きいけれども、傾き、すなわち、通話料とかの量に従った重量の使用単価は低いっていうふうな状況がなった。この場合、あまり多く使わない人がすれば、プラン B よりもプラン A の方が安く済むから、プラン A を選ぶ。これに対し、よく使う人、すなわち高い価値を見出している人からすれば、プラン A よりもプラン B の方を安く済むからプラン B を選ぶ。こんな風にして、複数の料金体系を提示することによって選ばせる。で、より、価値を見出すっていう風な人をある意味あぶり出していくっていう風なあり方という風に言うことができます。で、こういうような2種類の料金体系を提示できるというふうなことは、本来だったら提供できるかよりも高いメニュー表を出しているはずだよねっていうことができる。例えば、固定費も小さく、傾きも小さいようなっていうふうな料金体系っていうのは、本当はギリギリだったら出せるのかもしれない。だけれども、それよりも高い料金体系っていうふうなのを複数提示表で選ばせるっていうふうな形を取ることによって、一見、選べるんだ、お得な方を選ぼうっていうふうな形に思うのかもしれないけれども、実際はあぶり出しているっていうふうな側面も無視はできない。で、こういうふうな義務料金制みたいに変えるもの、どんなようなレートがあるのかな、他にも色々挙げてみましょう。カラオケボックスとかネットカフェとかの場合、時間制のフリーダム料金っていうのがあるはずです。例えば、30分混んでる1部屋いくらとかっていうふうなタイプのものかっていうのは、こういうふうに重量型っていうふうなもの、どちらかというとこの固定費の部分が小さく、で、傾きが高くないようになるはずだ。これに対し、フリータイムっていうふうな設定のものっていうのは、まんまるドカーンとっていう風になるから、こんな感じでじゃあゼロじゃねえのっていう風に言う人もいるかもしれない。だけれども、それだけ長時間っていう風なタイプのものの時には、通常ならば、料理代だとか、ネットカフェとかであれば、シャワールームとかの使用料とか、そういう風なものが、おそらくは追加でかかってくるっていう風な状況を使うだろうね。っていうふうなところがあるっていうふうな形で、このプラン A、プラン B に近いのが想定ができる。で、他にも、スマホや Wi-Fi 端末の通信料、皆さん、ものすごく、この2020年、今この収録をかけている2020年、めちゃめちゃ気にしたと思います。通信速度制限の解除には、重量に従った超過料金。例えば、じゃあ1ギガいくら、そういう風なものがかかってくる。それが、払いたくなければ、かけし、すなわち、まあ、その、
パケットで炭酸価格も料金払いすぎしてるっていうのを避けるためにもう使わずに諦めざるを得ないっていう風な状態っていう風な事柄を選ばなきゃいけなかったっていう風な人はいたはずだ。その一方でさっきパケシっていう用語をさらっていってしまったけれども、ガンガン使いすぎてしまえばこのようにカーンと上がっていくわけだから、パケットで実際に料金がしゃれにならないことになるっていう風な状況っていうのは起きることもあるんですよ。それはどれぐらい高い価値を見出しているか、必要性を感じているか、そういう風なところによる。ちょっとここで例題を挙げてみよう。 LINE とかでも無料通話アプリが使えないようなやつですね。ダンコガラケー獣医師さんとお仕事上どうしても通話しなきゃいけないような場合を考えてみよう。スマホだったら普通に LINE が使えるじゃんっていう風に、 LINE 同士で通話すればいいよねっていう風に言う人はいるのかもしれないけれども、パケットとかっていうものが心配だったら、そういった無料通話ができるアプリっていう風なのを通話の品質にちょっと不安を感じるっていう風な人はいたりするので、そうすると、通話っていう風なことを大事にするようになって人はいるし、ガラケーとかの場合には、スマホと違って、LINE で、無料通話っていうのができないような設定っていうのも決して珍しくありません。で、そうすると、まだそういうふうなガラケーさんが生き残ってるっていうふうな部分っていうのも思い出してもらえると、で、そういった人たちと仕事上ちょっと通話をしなきゃいけないっていうふうなことだなっていうために見たときに、じゃあ料金体系っていうふうの通話料を払うようなタイプの料金体系っていうのを真剣に考えなきゃいけないかもしれない。じゃあちょっと行ってみた。で、ちょっと今、単純化のために無料通話料なしというふうな状況を2種類から勉強する。じゃあ月々2000円のもので、通話1分40円というふうな設定のもの、月々6000円のものプラス通話1分20円というふうなものと比べてみたというふうな場合を勉強する。で、こんな人とやり取りするなんていうふうなことってほとんどないんだけれどもっていうふうに言えるかもしれないけれども、例えば上司がガラケーですなんていうふうな人に当たったなんていうふうな場合には、こういうふうなことっていうのは本当に考えなきゃいけないかもしれない。で、そうするとっていうふうな通話に対して料金 CICAとCB っていうふうなものが、プラン A ならば 40T プラス2000、プラン B ならば 20T プラス6000っていうふうに書くことができる。今ここでは 40×T、20×T、掛け算の部分を掛け算の記号を表すドットを省略している。で、じゃあ例えば付き合ったら40分、上司のやり取りで付き合ったら40分っていう風な通話しかっていうのは、通話しかしないっていう風なタイプのことの人からすると比較的少ない方だと思うけれども、じゃあこういう風な評価を見にっていう風な事案を考えれば、 40×400 プラス2000、 A のプランと3600円、これに対して B のプランと 20×400 プラス6000、だから6800円、これで見れば固定費基本使用料の安いプラン A を選ぶというふうなことがいい。これに対し付き合いで300分5時間結構長めっていうふうな状態の例っていうのを考えてみると、じゃあ A のプラン B のプランそれぞれ見てみると、 A のプランだったらこの T に300入れればいいから、 40×300 プラス2000で14000、 B のプランは1分あたり20円で300分かけてで、それに基本使用料6000円を足してあげれば、そうすると12000円。で、この場面で言うと、プラン A よりもプラン B の方が安く済んでるから、通話料、すなわち10、
量に従った重量の使用単価の安いプラン B を選ぶってことは、じゃあこの境界この時間っていう風なところを見ようとすると料金等しいはずだ。じゃあプラン A の料金とプラン B の料金のイコールになるようなところを方程式で求めてあげればいい。計算してあげると T イコール200、代入してあげれば料金は1万円っていう風なことになる。じゃあ月当たり1万円よりも安い状態ならばプラン A を、月当たり1万円よりも高い状態ならプラン B をっていう風なことになるし、200分よりも短ければプラン A を、200分より。はい、ちょっと映像消えちゃったから取り直してけれども、この200分よりも短い状態ならばプラン A を、200分よりも長い状態ならばプラン B を選ぶというふうなことはこれで分かるわけです。さて今ここで基本使用量を含めたトータルの料金っていうふうなものを考えてあげた。で、じゃあ電話に関して言うならば、基本的には1分あたりどれくらい本当かかってるんだろうっていうふうな部分の方がものすごく大事になってくる。で、そういうふうなものを考えてみるときに平均価格、平均料金っていうふうなものを見てあげる必要がある。で、これと比較しなきゃいけないのが限界、マージナルというふうな用語です。限界っていうふうな用語は、リミットの意味で使う場合も、皆さんの方まで、一般的なのかもしれないけれども、経済学の専門用語として、限界、マージナルっていうふうな用語を押さえておく必要があります。これは、あとわずか追加した時の影響、あとわずか追加した時の影響。今からあとわずかっていう風なものなので、今回の場合であれば通の単価を指すわけでございます。今回のような1時間数ならば傾きに相当するのでどこでも同じっていうことが言える。で、そうじゃないタイプのものだと傾きを求めてあげる必要がある。で、ここに数学のビムの概念が必要にな、計算上必要になってくる部分がございます。だからこの限界マージナルというふうな概念しっかり押さえておいてほしいなと思います。で、ただ今回注目するべきっていうのは平均価格、平均料金っていうふうな部分です。これは料金全体を使用量で割った一体あたり、今回ただ1分あたりの価格っていうことになる。例えば、ガスとかであれば、1平方メートル、平方じゃなくて1立方、1立方メートルあたりの、っていうふうな価格になるだろうし、単位の取り方っていうふうの様々です。電力の関係のものとかであれば、電力量に相当する1キロワットアワーあたりのっていう風な言い方になるのかもしれない。水道とかであれば、じゃあ何リットルか何キロリットルか、そういう風な形で考えるってことになりますよね。さて、さっきのもの月当たり40分、300分の場合で平均と限界それぞれ出してみようかなと思います。さっき確認した通り、1時間数ならば傾きで限界を出すことができるので、限界の数字の傾きさを持ってくればいい。平均のものについては、この料金全体を時間数で割ってあげればいい。40分の場合の A のプランだったら、3500を40で割れば90。ところが、月300分の場合の A のプランだったら、14300で割ることになるから、ま
だいたい 46.6667 ぐらいになる。で、時間をどん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 増やしていったっていうふうな状態においているならば、この、基本使用量の部分、すなわち固定費の部分、これは1時間数の上だと、縦軸の接点になるわけだけれども、縦軸の接点になるわけだけれども、この縦軸の接点の部分っていうふうなのは、時間どん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 無限に飛ばしていた時の平均っていうふうなものでいうならば、影響しなくなるっていうふうな状況なので、その行き着く先として、こちらの1時間数の場合には、この限界マスラーで示した傾きの水準に近づくことになる。B の場合はどういう？こんな風にして、平均の価格っていうふうなものをしっかり見てあげるっていうふうなところが大事になってきます。平均価格っていうふうな言い方をするときって、他に例えば、あっちのお店でこっちのお店とかそういうふうなものに並んでるのの平均の価格だとか、そういったものを見る場合もあるのかもしれないければ、その時には、売れている量とかで重み付けをして、いろいろ割ってあげるっていうふうなことが必要になるわけだけれども、この未入料金制っていうふうな、こちらの問題で想定をしている、1時間数とかを利用した、別に1時間数を利用していた話でもないけれども、1単位あたりの価格っていうふうな感覚で見るならば、こんなふうに、原点から引いてあげた、ここの傾きの部分。その線もその位置に置ければ見ちゃって、原点から引いてあげた、まっすぐ引いてある線の傾き。それが平均に相当する。限界マージナルの違い、しっかり押さえておきましょう。